踊る、大捜査船、踊る、大捜査船、踊る、大捜査船は、フジテレビ系で放送された、日本の刑事ドラマシリーズ。主演は、小田裕二。連続ドラマとして1997年1月7日から3月18日まで、毎週火曜日21時21時54分に、火曜21時枠で放送。その後シリーズ化されテレビドラマ、映画、舞台で展開された。 その後も踊るレジェンドとしてテレビドラマや映画のスピンオフ作品が作られた。本作のタイトルは映画夜の大捜査線と踊る大ニューヨークに由来する小田裕二演じる青島俊作巡査部長が主人公の警察ドラマ連続ドラマ版放映開始当時までの刑事ドラマは犯人逮捕までを追う描写が多くまた銃撃戦や カーチェイスといった派手な追跡劇やか警察署が広域事件、テロ事件を解決させるといったような過剰気味な描写が主流であったが、当作品ではそれらの要素を可能な限り排除し、現実の警察組織と近い業務形態や実情を採用した作となっており、警察機構を会社組織に置き換え、署内の権力争いや本店、イコール警視庁と支店、 イコール諸課書の綱引きなどを湾岸警察署を中心に描いている。本作品で登場した具体的な例としては、刑事のことをデカではなく、捜査員と呼ぶ、加害者のことを星ではなく、被疑者と呼ぶ、発砲許可、パトカー手続きといった手続きが存在するなどである。沈太郎刑事以外にも、オンダスミレ、深津襟、枠平八郎、イカリ長介、マシモマ ゆうすけさんたまりやなどの湾岸警察署員や、事件の被害者で後に刑事となる、柏木ゆきの水野美希、湾岸警察署の署長ら三人組、通称、スリーアミーコス、警察庁のキャリア、室井真嗣、柳葉敏夫らにもスポットライトが当てられる。事件を追うだけでなく、警察の抱える、様々な内部矛盾、特に警察組織の厳格なキャリア制度の問題。 官僚主義の問題、縦割り行政の問題、民事不介入の問題も大きなテーマとなっている。連続ドラマ版、1997年、放映当初は決して高視聴率とは言えなかったが、ドラマの視聴率が次第に上昇する中で、プロデューサーの亀山千尋が、上司に対して最終回の視聴率が20%を超えたら、栄華化して良いとの約束を取り付け、 実際に最終回の視聴率が20%を超えたため映画化が実現した。連続ドラマ終了後、2本のスペシャルドラマ版と1本の番外編ドラマを経て映画化され、第1作、第2作ともに記録的なヒットとなる。映画の第1作から第2作までの間は見えないストーリーが進行されていて、いろいろなエピソードが第2作で刑事らのセリフとして登場する。 潜水艦事件度。2005年には映画版第2作の内容と連動した外伝的物語、踊るレジェンドとして、交渉人、ましもまさよし、容疑者、室井慎二が映画公開された。さらに、2005年から2006年にかけて、交渉人、ましもまさよしの前日談として、逃亡者、木島浄一郎が、容疑者、室井慎二の後日談として、弁護士敗、 島秀樹が2007年にはトリビアの泉素晴らしき無駄知識との共同制作である短編敬語館内田晋三がテレビ放送された2010年に7年ぶりにザムービーさんを映画公開そのスピンオフとして係長青島俊作を携帯ドラマとして発信2012年14年ぶりとなるスペシャルドラマ ザラスト TV を放送、ザファイナルを映画公開、シリーズ15年の歴史に幕を閉じた。元ビンワン営業マンの青島俊作は、脱サラして警察官となり、交番勤務を経て、ようやく念願の刑事課勤務となる。だが、陳太夫の配属された、警視庁湾岸署は、秋地署と陰口される、東京の壁地。配属直後に、館内で事件が発生し、陳太タは、 意気込んで現場に向かうものの、諸葛刑事として現場検証すらさせてもらえない。陳太夫は強行犯係の大先輩で定年間際のベテラン刑事、枠平八郎から所刑事の心得を叩き込まれる。それは陳太夫が思い描いていた理想の刑事像と大きく、かけ離れた地味で、冴えないものだった。館内で殺人事件が発生した場合には諸葛書に、帳場が立ち、 捜査本部設置、本庁刑事部の腕利きとともに、国家公務員一種、キャリアの管理官が送り込まれる。聞き込みや取り調べ、犯人確保といった事件捜査の主役は、あくまで彼らの仕事だった。人太郎が初めて出会った、警察官僚が室井誠次管理官だった。人太郎は、室井の指名で運転手役をやらされ、徹底的に冷たくあしらわれる。室井は、 被害者の娘で通報者の柏木幸野にも、質問口調で迫る。幸野は父親を失ったショックで失語に陥っていた。人太郎は、室井の乱暴さに反感を覚え、幸野を優しくフォローする。一方、湾岸署は、個性派揃い。俗物で、昼ンドンの神田総一郎署長を筆頭に、署長の腰巾着、秋山春海副署長。そして、ことなかれ主義の刑事課長。 袴田健吾などなど、良くも悪くも陳太郎にとっては営業マン時代とそう、変わらぬ、人間関係となる。同じ強行犯係には、東大卒のキャリアで、年齢は、陳太郎より下だが階級ははるかに上、親の七光まで持つましも正義が、昇進試験の、腰掛けとして在籍中。そして、東藩係には小さい体に似合わず男勝りの、迫力を持つ好一点、女すみれがいた。 熱血が空回りすることの多いチンタウはく、真下、スミレら仲間たちに励まされながら奮闘することになる。やがて、スミレの過去が明らかになる。逮捕した犯人からの逆恨みで、ストーカー被害に遭い、体にも心にも大きな傷を抱えていた。正しいことをしたければ、偉くなれ、枠のその言葉は重い意味を含んでいた。チンタウは仲間たちや自分を頼ってくれる人々を守る。 強くなろううと胸に誓うまた、鉄面皮の冷血感に見えた、室井も秋田出身で、東北大卒という異色のエリートで、優秀であるがゆえに身内に、敵も多い孤独な男だった。室井は、次第に、陳太を認め、目をかけるようになるがそれは、お互いにとって、辛く険しい童貞となってゆく。雪野は、陳太をやすみれの励ましもあって、事件のショックから立ち直り、 二人に憧れて、警察官を目指すようになっていた。ところがそんな彼女に、麻薬密輸の重要参考人という権利がかけられる。雪野を本庁の手に渡してはならない。神太郎は、とっさの起点で雪野を口汚く侮辱し、怒った雪野から平手打ちを喰らう。公務執行妨害による逮捕その場合、交流権は諸葛所が優先される。真下やすれの協力により、 取り調べと称する時間稼ぎでユキノを保護する一方、ジンタオは枠と共に真犯人を追う。そこで枠が見せたのはグレーゾーンに生きる人間たちとつながりを持ち、彼らから巧みに情報を引き出す諸葛刑事ならではの裏技だった。ジンタオは枠から継承者に指名される。二人の活躍により、被疑者は確保され、本庁刑事に引き渡された。 だが、本庁や警察上総部の間でチンタオは悪名、高き存在となる。館内で発砲事件が発生。職質しようとした真下が銃撃され、渋滞に陥る。仲間の窮地に湾岸署は結束し全力をもって、捜査に尽力する。そして、室井とチンタオのコンビにより事件は無事解決する。だが、室井は警備部に左遷され、チンタオは、 公番勤務に戻される。市民に信頼されるおまわりさんという自身の原点に立ち戻ったチンタを早手再起することになる。この物語は異色の経歴と特技を持つチンタオ刑事を軸に彼を取り巻く人々が時代の変化により起きる数々の難事件と対決する壮大なドラマとなってゆくのだった。初期の構想段階ではすでに引退したベテラン刑事、 枠の娘をすみれ、観察医に設定し、枠宅に候するチンタオとの恋愛も一案にあった。その後は、チンタオと雪の、室井とすみれの二本立てでの恋愛路線、チンタオと雪のとすみれの三角関係も構想されている。実際、チンタオ、雪の間での恋愛に発展しそうな伏線や、すみれがチンタオに惹かれてゆく描写も散りばめられており、 室井とすみれの二人きりのシーンも幾度かあった。この恋愛ドラマ路線は第一話が放映され視聴率が出た時点で取りやめが決定されたがこれは亀山プロデューサーの判断によると脚本家君塚良一は著書テレビ大捜査線にて語っている。この時第四話までは脱行していたので第五話からのプロットが恋愛の要素を排したものに変更され以後は 警察ドラマとしての視点に重点を置いていくこととなり、そこで雪ノの設定に大幅な変更が加えられている血液型まで変更された。踊る大捜査線、踊るレジェンドやミニドラマなど踊るシリーズの世界設定、時間軸で作られた世紀の関連ドラマを含む、特に明記されていないものは富士テレビでの放送である。映画の公開などと絡めた関連番組が、 数多く作成された。出演者、スタッフへのインタビュー、メイキング映像などが多いが中には本格的にドラマ仕立てになっているものもある。設定本などの公式資料ではテレビシリーズの再編集版である、ザッツ踊る大サセニや踊るシリーズの時間軸上で作られたスペシャルドラマなどと特に区別することなく、放送ビジュンに列挙されていることが多い。 特に明記されていないものは、フジテレビでの放送である。基本的に映像商品化はされていないが、一部は DVD の特典映像などになっている。ザ・オドル・レジェンド・カンティニズを含む、プロジェクト K、デカウォーズ、観光案内の3本は、ザ・ムービー2のための湾岸書3大 VTR として作成され、湾岸書観光者相談係のモニター映像として、 t e a m ー v 2の中で使用されたほか、歳末特別警戒スペシャル完全版アルファの中でも放送された。踊る大捜査船ベイサイドシェイクダウン2の特典ディスクに収録された。踊る大捜査船シリーズはこの世界設定上の時間軸での1997年1月の出来事を実際の1997年1月に放送する話で始まり、 ザ・ムービーまでは放送、公開時期とほぼ同じ時期の出来事を描く形で作れてきた。亀山プロデューサーによれば踊る大捜査線シリーズのコンセプトの一つであるリアリティの現れの一つで映画についても当初はテレビシリーズ第一話のリメイクや賃騰が会社員辞めて刑事を目指すようになる話など時間軸を大きく遡った時期の話を描くことも検討されたが結局は 上記の原則を踏襲する形となったとされている。2009年3月の踊る大捜査船ザムービーさんの制作発表においては、時間軸がリアルに進んでいることを前提に、沈藤が係長に昇進している可能性や新人が配属される可能性について言及されてり、実際にその通りになった。その後は、描かれている時期と放送、公開時期が次第に離れてきており、 逃亡者、木島城一郎では初めて時系列を遡る話になった。ザ・ムービー以後は映画で描かれた話の前日端や後日端をテレビドラマ、舞台、DVD 特典映像といった様々な手段で描く形をとっており、それぞれの話の前後関係が複雑になっているた。下に作中の時系列に沿った一覧表を掲げる。 ザ・ムービーは事件の数日後に入院しているチンタオをムロイと枠が見舞うシーンでザ・ムービー2は事件の数ヶ月後2004年1月にムロイとチンタオが表彰されるがチンタオが新たな事件の捜査ために表彰式をすっぽかすシーンで終わっている舞台も踊る大捜査線ではザ・ムービー2で発生した事件と表彰式との間の一コマを描いている お台場地区を主要な舞台とする本作品は1996年から1997年にかけて富士テレビ本社が新宿区川田町からお台場地区に移転した撮影当時は本格移転前で撮影スタジオのみ先行して使用していたことを受けて富士テレビを大売店第一回記念作品として作られテロップまで作成されたが系列局からの フジテレビだけで放送するんじゃないかとの反対で、最終的には外された。第2作公開後、重要メンバーである、枠平八郎役の怒りや長介が病没。スピンオフ作品である、容疑者、室井真嗣では、枠の健在を匂わすセリフがあるが、ムービー3での枠は、個人の設定で、おいっ子として、枠真嗣郎が登場する。前日の、ハイパーリンクをはじめ、 劇中には様々な遊びが盛り込まれている。劇中に登場する架空の運送会社のブランド名、正式社名は新日本運搬で、カエルのロゴマークが特徴である。毎回、カエルキュービンが登場すると何かしら事件が発生する。番外編、湾岸諸府系物語では、カエルキュービンの社屋も画面上に登場している。映画新たなある希望では、 カエルキュービンの倉庫も登場している。テレビアニメ版の学校の階段には新聞にカエルキュービンの広告が載っていた。テレビアニメジーテオ第15話にも理事長の読んでる新聞にカエルキュービンの広告があった。テレビアニメジーテオの第17話悪い夢、逃亡者鬼塚にカエルキュービンの段ボールが山積みにされていた。劇中に出てくる。 居酒屋の名前。TV シリーズ第1話、枠のセリフから登場している。所長らの接待で、たびたび利用されているほか、初夏の交通安全スペシャルで、篠原夏美の歓迎コンパでも利用されいる寿司屋、和幸地区が隣にある。ザ・ムービーさんの、スピンオフムービー、係長、青島俊作ザ・モバイルでも、障害事件の現場になった。 万願書管轄区域唯一の架空の名産品で、所長たちが接待するときに必ず差し出す、七色の最中、レインボーブリッジとかけた名前で、劇中で何度か使われ、その後もレインボーせんべい等の派生品も登場した。キムチラーメン、わさびラーメンなど、架空のもの、実在のもの含めて様々なカップ麺が登場する。ザ・ムービーに公開の際には、 ワンガンラーメンというカップ麺が劇中に登場した。2005年8月には劇場公開された容疑者、室井新嗣において舞台となる新宿北署にあった明星食品の自販機の中に入っていたカップ麺のうち北新宿キムチ麺と北新宿トムヤム麺二つのスニック系カップ麺が実際に明星食品から商品として全国発売された。 2010年6月21日、劇場公開されるザ・ムービーさんの劇中登場に合わせて、踊る大捜査船ザ・ワンガンラーメン海鮮キムチ穀塩味が、病状食品により全国発売された。2012年8月27日、劇場公開されるザ・ファイナルに合わせて劇中にも登場する踊る大捜査船ザ・ワンガンラーメンワンタン麺エビ塩味が、 明星食品により全国発売された。ザ・ムービー2の冒頭、チンタオ刑事の登場シーンは、テレビシリーズ第1話で、チンタオが初めて湾岸書に向かうシーンと同一の経路をたどっており、秋地から観光地への変貌ぶりがよくわかる作りになっている。番外編で、女チンタオことの原巡査、内田秋が登場するシーンも、第1話のこれと同一のカット割りになっており、 チンタオと女チンタオとの対比が描かれている。テレビシリーズのオープニングで、それぞれの役柄の出身地や、現住所、役職といったプロフィールが書かれている。劇中に出てくる登場人物の誕生日は、演者と同じである。その他にも、少年や出身地、血液型まで、同じ人物もいる。プロデューサーの亀山千尋、正治秀文をはじめ、 多くの制作スタッフが、内トラ、内部エキストラ、業者に依頼し、早くを発注するエキストラに対し、早くを内部のスタッフで賄うこととして、テレビ、映画すべてにおいて、多くのシーンに出演しており、一部の役、死体発見者、ボクサーとトレーナーなど、バージュンレギュラー化している。この他に、番組内で使用されている、全科者リストや、 容疑者リストにもスタッフの写真が使用されるなどしている。スタッフの子供が出ているケースもある。プロデューサーの亀山千尋は深夜も踊る大捜査線では脚本家の君塚良一とともに館内で刑事ドラマを撮影する許可設定上、富士テレビ本社は湾岸所の管轄内となるをもらいに湾岸所に来という設定で本人役で出演している。 秋の犯罪撲滅スペシャルで、ジンタオたちが調べている被疑者所有ビデオテープの中の一本に、東京ラブストーリーが登場。ジンタオは、感情移入して見入る面々を横目に、オーダー演じる感知のことを、なんだかはっきりしない男っすよね、と、ダメ出しし、周囲の微妙な反応を招く。歳末特別警戒スペシャルのクライマックスでは、BGM として、ベートーベンの 第9をバックに、チンタオたちが犯人と格闘するシーンがあるが、踊る、大捜査戦、ザ・ムービーのクライマックスで、チンタオが、煙突から出るピンクの煙によって監禁された枠を、探すシーンがある。そのシーンの画面が白黒になり、煙突からのピンク縁だけを着色しているのは、黒沢明の映画、天国と地獄、1963年に出てくる、煙突シーンとほぼ同じである。 天国と地獄は全編白黒作品だ。煙突からの煙のみ着色している。このような映画をパートカラー作品ということがある。そのためそのシーンでチンタは天国と地獄だというセリフを言う。このモチーフの使用や劇中での黒沢塗料の名称仕様などについては撮影前に権利者である黒沢プロダクションより正式な使用許諾を受けている本校かつゆ監督が ザムービー DVD のコメンディーにて発言。ラストでは、いきなり背中を刺されているが、これも、振り返れば、奴がいるのオマージュと考えられる。ザムービー2の OP では、ジャッキー・チェンのファーストミッションの実技訓練。犯人グループの一人が、東北なまりで、か田のことを、カメダと発音するシーンがあるが、松本清張原作の砂の器に出てくる剣と全く同じ手法である。 すみれがそのシーンの後、砂の器、とつぶやくセリフがある。本作の劇中用語はいずれも過去の刑事ドラマではあまり用いられることのなかったものである。それまでの刑事ドラマでは犯人のことを星、事件のことを山などという因語で呼ぶうにしていた。踊るにおいては全面的にこのような因語が一般的な故障として用いられていない。劇中では 犯人のことを被疑者、マルヒ、容疑者の身柄を拘束することを確保と言い換えていた。刑事課のみならず、警察内で警察官が扱う人道、起訴、原理、追尾、ローラー、外車、123などの職業用語も多数引用され、一部は世間一般にも広まった。犯人と被疑者とは同義語ではないが、マルヒという言い方は、 実際の警察の捜査員も使用する。確保は、あくまで身柄確保の意味であり、逮捕のみを指すとは限らない。実際に、警察官、特に私服警官である刑事は、外部で仕事の話をする場合、会社、社長などビジネス用語を用い、警察官であることを悟られないようにしている。劇中で、労災という言葉が頻繁に登場する。 公務員である警察官は同様の制度である公務災害が適用される。劇中で拳銃携帯命令と呼ばれる書員に拳銃を所持させる命令が出されているが実際には拳銃携帯に特別な許可や命令は存在しない。TV シリーズ第7話で交流期限まで時間分というテロップが複数回発言するがこれは誤りで交流からが正しい。 どちらも読み方は同じ、交流であるが、意味が全く異なる。前者は、刑罰としての身柄拘束を、後者は、被疑者、または、被告人の逃亡や、証拠隠滅を防ぐための身柄拘束をそれぞれ指す。作品の舞台となる警察署、WPS、湾岸署の二段書きは、富士テレビの登録商標である、第472万8692号。 通称、WPS イコール湾岸ポリスステーション、警視庁、第一方面本部に属する1995年になって新設された警察署である。所在地は、東京都港区台場3丁目2番8号。実際には台場は2丁目までしかない。ザ・ムービー2のパンフレットや公式本、踊る、大捜査線研究ファイルによれば、地図上での位置は、 富士テレビがある位置になっているが、テレビシリーズ第1話や、ザムービーに冒頭での案岸書への出勤シーンでは、最寄り駅である臨海線東京テレポート駅を出て、富士テレビとは逆方向の夢の大橋方面に向かって、歩いている。ロケ地は、江東区塩見にある塩見小山ビル、後に、塩見ゲートスクエアに、会場で、外観、1階ロビー、屋上、 生活安全化のシーンなどがここで撮影されている。なお、劇場版3は、新湾岸署への引っ越し作業中に事件が起こる、という設定のため、同作における湾岸署の撮影場所、外観、1階ロビーなどは、冒頭シーンを除いて現存する東京湾岸警察署の隣におけする、ザ・双方ビルに移動している。新設された当時は、 臨海副都心といってもほとんど建設予定地ばかりで、人もまばらであった。そのため他の諸葛所、特に、勝時書や、警視庁の捜査員などからは、空き地書と呼ばれ、下げ済まれてい。大規模諸葛の部類には入るが、割合開けてきた2003年頃、ザ・ムービー2の時点でもエリートコースなどではなく、相変わらず本庁の駒にされる立場の弱い諸葛である。 所長は延々と神田が務めているが、2010年の新湾岸署移転時に真下に交代、神田自身は丸の内署への栄転を希望している。人顔の責任を問われいつも先送りとなる。署内には神田による諸君、私あっての湾岸署、ミスのない操作と隙のない接待が配布されている。親切だけあって、 外部も内装も新しく、およそ警察署といったイメージではないモダンな作となっている。以上は、作中の湾岸署の設定であるが、実際にも東京水上警察署を移転改築し近隣署と管轄を調整、臨海副都心全体を管轄する東京湾岸警察署、東京湾岸パリセッションが2008年3月31日に開け所した。ラブサムバディ。 シネマバージョン E- では、歌詞の一部が変更されており、誰かを愛せた時から、あなたを愛せた時になっているが、ラブサムバディーシンネマバージアン E- では、誰かを愛せた時に戻された。ドラマ版から、容疑者、室井真二を担当しているのは、松本明彦、ザ・ムービーさん、ザ・ファイナルを担当しているのは、菅野幸子である。松本は、スピンオフムービー、交渉人、 マシモ・マサヨシ、容疑者、室井真嗣も手掛けており2005年12月に放映された逃亡者、木島浄一郎も担当した。アルバム、リズムポリスは、i から V を合わせて100万枚以上販売されている。メインテーマ曲、リズムポリス、日本音楽著作権協会、ジャスラック作品コード04905857の原曲は、メキシコの作曲家、 ロレンソ・バルセラータ、二つ目の性である。カストロは、型の性が、作曲作詞した、エル・カスカベル、エル・コスコベル日本音楽著作権協会、ジャスラック作品コード 0K3 から4404から1である。すでに著作者であるロレンソ・バルセラータの死後50年が、経過しているため、1994年の時点で、日本国内における、エル・カスカベルの著作権は消滅している。 日本国外でのベイサイドシェイクダウン2の上映には国及び地域によっては問題が残る。リズムポリスにサンプリングとして使われているのはボイジャー1977年に搭載された地球のザ・サウンズ・オブ・アースと同一の編曲のもので、このレコードの音源は1992年にウォーナーニューメディアから CD 化され聴くことができる。スピンオフである踊る レジェンド作品、交渉人、真下正義、容疑者、室井真嗣、逃亡者、木島浄一郎、弁護士杯、島秀樹、警護官、内田慎造では、リズムパリスは使用されていない。ただし、DVD 特典として収録された、警護官では、権利上の関係からか、タイトルバックの曲が、リズムポリスに差し替えられている。この他にも、 過去のフジテレビで使われた演奏曲も使われている。最終話の最後のシーンで真下が打たれた時に流れていた曲はナイトヘッドでも使われているので踊るのサントラ独自のものではない。リズムポリスはアーケードゲームポップンミュージック11にアレンジ版であるリズムポリス KOGG3 ミックス CJ クルーフィーチャリングクリスチャン D が同じく アーケードゲーム、ダンス、ダンスレボリューションフィフスミックスで収録されているほか、日本を含めて世界的に行われているフィットネスプログラム、ボディコンバットで使用されている。テレビシリーズで BGM として、アニメ、新世紀エヴァンゲリオンの戦闘シーン、ディスイシブバトル、スペンディングタイムインプリパレーションのアレンジを使用している。番組の音響担当者が、 エヴァ製作者に了解を得て製作した DVD 踊る大捜査戦1よりスピンオフ作品関係を含む販売元は株式会社ポニーキャニオン販売元はポニーキャニオンは英語字幕付き販売元はすべてポニーキャニオン踊る大ソウル戦のうち終盤のザ・ムービーと踊る大ソウル戦の間に起きた出来事を登場人物が語るシーンは 君塚がノンクレジットで執筆した君塚の著書、裏ドラマによる踊る大捜査線シリーズが好評であったことから本シリーズのタイトルやキャラクターを使用したドキュメンタリー番組や選挙特別番組が放送されたバラエティ番組をはじめとする様々なテレビ番組で踊る大戦といった名前を持ったパロディが作られた一部の番組には 本物のキャストが出演している。このほか、1999年に、めちゃにイケてる。内のコーナー富士テレビ警察に、かけ夫とが、新城健太郎管理官として本庁から、やってきたという設定で出演したことがある。ラジオ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。